どうも、ミノミュージックのミノです。こんにちは、秋元ミノです。はい、ということで今年のですね、フジロック2024、出演者を秋元さんといろいろと紹介していこうという番組なんですけども、出演者もう出揃いました、はい。非常にね、ワクワクしている人も多いと思うんですけども、なんと本日ダブルミノということで、これちょっとかつてない感じですよね。僕本名がミノルなんですよ。でそれをちょっと縮めてミノという感じなんですけども、秋元さんはもうそのまんまミノという。そうですね、もう生まれてからずっとミノです、うん、生まれてこの方ずっとミノということ、はい、イントネーションもミノなんですね。ミノとかではなく、うん、これレアですよね。はい、はい、私もミノ、初めてこうミノミュージックさんみたいな、はい、ミノを語る、ミノモンタさんとかいるんですけど、はい、名前な感じでは、初めて出会いました、珍しいですよね、なんかね、ちょっとこう不思議なご縁で、本日はこのラインナップで、フジロックのね、ちょっと出演者についていろいろと話していこうと思うんですが、じゃあもう早速本題入っていっちゃいましょうか。はい、ね、初日のラインナップ見ていきたいと思うんですけども、シザがキャンセルになるっていうちょっとショッキングなニュースがね、あったと思うんですが、そこで急遽キラーズがヘッドライナー務めてくれるということで、ね、これは結構熱い展開でしたよね。そうですね、ちょっともうシザキャンセルと聞いた時には、もうだいぶこうちょっとこうがっかりな、残念な、ようやく日本でね、こう見れるという気持ちがあったので、そうですよね、はい、なんかそこがぽっかりこう穴が開いたみたいなところで、果たしてシザのそこを埋めれる人がちゃんと来てくれるのかなと思ったら、なんかこうスポットそこにはまってくれる感じでね、キラーズが来てくれて、はい、26日ヘッドライナーキラーズ、そしてね、エイウィッチさんとか続いていきますけども、エイウィッチはあれですよね、毎回、ご本人のパフォーマンスもすごい熱いんですけど、なんかなんだろう、めちゃめちゃゲストもたくさん出てくるイメージがあるっていうか、こう沖縄のね、他のラッパーの方とかもたくさん出てきてみたいな、なんか今回もそういうオールスター的な感じにひょっとしてなったりするのかなみたいな、ちょっとワクワクもね、あったりするんだけど、そうですよね、前誰だったかな、椿とかオズワルドとか結構そうすごいのがね出てたと思うんですけど、今回もひょっとしたらちょっとそういうのあるのかなみたいな。そうですね、しかもグリーンステージなので、はい、はい、そうですよね。なんか他グリーンステージこうちょっとこれ注目してるみたいなのあったりします？そうですね、ちょっと先ほど、ちょっと戻りますけど、はい、キラーズは、最初富士に来た時は2004年で、はい、レッドマーキーのステージだったんですけど、次は確か2009年にキャンセルになって一度、フジロックが、はい、でその経てのフジロックのグリーンステージ、大きいステージなので、彼らにとってもやっぱキラーズのファンにとっても、はい、そのグリーンで見えてる光景、景色っていうのはちょっと感動的なんじゃないかな。なるほどなるほど、そういう、そこまでのストーリーも含めたら結構熱い展開というか。そうですね、なるほど。いや、僕20代をほとんどアメリカで過ごしてたので、なんかそのあたりの、特にだからそういうさっき の, キラーズがキャンセルがあったみたいな、そのあたりのフジロックのエピソード僕すっぽり抜けちゃってるんですよ、はいはい、ちょっとそういう補完していただけるのは非常に助かります、はい、とても楽しみだと思います。そうですね、はい、それから、フリコ、はい、ホワイトステージ、フリコシカゴから出身のニュースインディーシーンの期待のバンドと言われてるんですけれども、はい、US インディーと言いながら、すごくこうメインストリームに乗った、パワフルなサウンドを、鳴らしているなと、まだライブは見たことないので、あれなんですけれども、すごくデビューアルバムが日本でも話題になって、日本のアップルミュージックのトップアルバムチャートの、はい、11位とか10位とか、その辺にも食い込んできたっていう、はい、ところでちょっと私も知って、この結構バラードからパンクまでなんか結構こう衝動みなぎるサウンドが熱いバンドなので、はい、幅広くできるってことですよね、はい、ロックファンとしては見逃せないかなと。確かに、でルートセブンティーンロックのオーケストラも、ね、ありますけども。そうですね、はい、ちょっとこれいいですか、お話しして、はい、どうぞ、はい、ルートセブンティーンロックンロールオーケストラ、
あの池畑淳二さんがバーマスで率いるバンドなんですけど、元ルースターズの、あ、そうです、そうです。はい、であの池畑さんって、もともと、もとというか、あのフジロックを裏方としてもスタッフでも支えている人で、うん、はい、あの例えばこう年間通してこうボードウォークを作る、うん、あのキャンプに参加してたりとか、はい、とフジロック開催前もあの結構前から入って、うん、あのフジロックの会場であのカラフルな石ありますよね、はい、あのゴンチャンストーンって言うんですけど、うん、そのゴンチャンストーンにこう2度塗り3度塗り4度塗りって色を重ねて目を描いてみたいな、うん、っていうあのなんていうか活動、あの、はい、そういうチームでも働いている方で、うん、やっぱりあのもうステージから裏方までもう本当にこうフジロックを愛してあの、うん、るもう本当ミスターフジロック的な人だと思うんですけど、はい、その池畑さんがあのフジロックですごくこう音楽の、まあ、新しいところから古いところまでこうロックンロールの歴史をつなぐようなステージを見せるのがこのルート17なんです、うん、で今年あの海外からこのちょっと今注目してるんですけど、アスというあの、はい、バンドが参加するので、ちょっとあのぜひ注目してほしいかなと。28インチのレッドマーキーでも、ね、演奏される方ですよね。そうですね、はい、でこのアスちょっとよく見るとなんか毎日どこかのステージに出るんですね、うん、進出鬼没という感じですね。はい、またちょっと3日目のところでも、うんうん、お話できたらなと思います、はい。まあね、あの邦楽のねアーティストマカロニえんぴつとかインディゴラエンドとかも非常に楽しみなんですが、まあでも大貫さん出るんですよね。これが僕は個人的に非常に楽しみなんですが、26日のホワイトステージですね、うんうんうん、どういった演奏をされるんだろうっていう。ちょっとホワイトステージ熱いですよね。ラッキリもいるし、イリもいるし、なんか注目のアーティストとかっていらっしゃいます？そうですね、まあ、もちろんね、こう今こう世界を真っ二つにかけるペギーグーも気になるし、デ、うん、はい、ね、うん、まあ、ミウルフ、はい、あの彼女のすごくあのファンキーでポップな、うん、あの世界観があのホワイトステージでどう、うん、あのフジロッカーを楽しませてくれるのか、はい、うん、いうところがちょっと楽しみかな。なんか生で見て楽しそうな方ですよね。確かに。デミウルフさんはね、はい、なんかミュージックビデオとかもね、うん、毎回楽しい、うん、はい、世界観なので、ビジュアルが結構強みでもあるというかね、うん、そういうところが生だとどうなってくるのか、ね、そうですね、非常に楽しみですよね、はい、うん。そしてね、まあ、レッドマーキーもフローティングポイントからキングクルールね、あと新東京僕すごい好きなんですよ。あのルーキーボーゴの枠なんですけど、うんうんうん、どういうバンドって言ったらいいのか な、 なんかちょっとフュージョン味を通過してる演奏をする、まあ、バンドなんですけど、かなり演奏力がピカイチで結構僕期待してるんですが。あ、そうなんですね、はい、あ、しかもルーキーボーゴからそうなんです、セレクトされた、そうなんです、今年なんですね、はい、ええ、非常にちょっと僕は注目していまして、はい、このルーキーアゴーゴーが、はい、あの私もあのすごく素敵な、あ、好きなステージで、はい、あのまあ、毎年こう見れればもう可能な限り、うん、あのもう数年前とかまではもう全バンド見るぐらいな、あ、本当ですか、はい、うん、感じで見てたんですけど、はい、なんかやっぱりこう新しいバンドと出会うのが楽しくて、うん、あの去年は、あ、で去年はちょっと越後湯沢の方に泊まっていたので、はい、帰りのシャトルバスの時間の関係で、うん、あの本当に頭のバンドしか見れなくて、はい、あの去年オールボーっていうすごく素敵なバンドがいたんですけど、うん、はい、あのルーキーアゴーゴー、ちょっとまだ今の段階では発表されてないんですけど、うん、すごくこの新人ステージ、はい、あの勢いあるバンドの、うん、はい、ところなどちょっと皆さんもチェックしてほしいなと思います。なんかちょっとやっぱり他のミュージシャンとは違う勢いを感じるパフォーマンスをね、なんか見れるイメージがあるというか、うん、うん、フィールドオブヘブン結構僕好きなの多くて、上原ひろみさん、ひろみずソニックワンダー、これやばいですよ。すごい良さそうですね。すごいです。あの新しいバンドなんですかね、新譜が出たんですよちょっと前に、この名義で、で、まあ
かなりライブ向きにも仕上がりまくってるもうフュージョンのバンドなんですけど、うん、僕何年前だったかな、十何年前かなんかにスタンリー・クラークと上原ひろみさんのなんかライブみたいなのをシアトルで見たことがあって、はい、でもうあれを超えるなんか上原さんのバンドはなかなかないんじゃないのかなと思ったら、結構今回の超えてんじゃないのかなっていうぐらい。なるほど、はい、あやっぱりめちゃくちゃやばいですね。現地の盛り上がりっていうか、はい、はどんな感じなんですか。あでもそうですね、もう圧倒って感じでしたね。もうすぐスタンディングオベーションみたいなぐらい観客をもう掴んじゃう力がやっぱある人でしたね、うん、僕が見た時は。そうなんだ、はい、またフィールドオブヘブンのステージがいいですね、似合いそうですね。そうですね。あとは何かございますか。ですよね、ミノさんのオリジナルラブ、はい、注目されてる。そうですね、オリジナルラブ、うん、ジャズトリオっていうのはどういう感じなんだろうってね。なんかあの、まあ、上原さんの空気感とかも含めてちょっとこの辺りジャズっぽいのがっていうことなのかなっていう思ったりするんですが、あとね他にもねジプシアバロンとかなんか他のステージとかもありますけど、ザフィンとかねレイとかねこの辺りも出てますし、うんうんうん、あとまあ3日間通してになるんですけど、はい、苗場食堂のいろんなバンドあの出るんですけど、はい、まあ、必ず出演する苗場音楽突撃隊、はい、あのこれもあのさっきちょっとルート17でお話しした池畑さんが、はい、あのバンマスを務めるバンドなんですけど、もともとこの苗場食堂のステージってあの2000年、ちょっと結構前あのだいぶもう経つんですけど、はい、最初にあのフジロックを立ち上げた日高さんが、うん、はい、あそこの苗場食堂で、うん、あのなんか清志郎くんなんか歌ってくれないかって、うん、あの清志郎さんに声をかけて、うん、苗場食堂で清志郎さんが歌ったっていうのが始まりのステージで、うん、その翌年からそうこの苗場食堂っていう、うん、あのステージとして、はい、あの立ち上がったステージで、うん、まあ、そこからあの本当にこういろんなもうジャンル問わず、はい、あの演歌の方も出れば、うん、あのロックンロールからあのインダストリアルから、うん、なんか皆さんあの本当にこう狭い小さいステージなんですけど、そこがもうそのなんかこう会場周りこう一体になって、うん、こうもうひっくり返るようなこうドカンとこう、はい、結構熱を発する場なので、うん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 、はい、ちょっとこの辺もまたで、あのでこの苗場音楽突撃隊は、はい、なんかこう結構あのゲストボーカルが出るあのステージにもなっているので、はい、今年は誰がこう登場するのかなっていうところもなんか毎年楽しみにしながら、まだちょっと発表はされていないという感じなんですかね。そうですね、あの確か当日ならないとわからないですね、うん、はい、これまではなんかどういった方が出ていたのか。本当にあのその例えばフラット浅井健一さんとか、うん、フラットこう千葉さんとか、うん、そうですね、フラットどころじゃない人たちですけどね。そうですね。はい、まあ、そういうねあの、はい、結構ヤバめのハプニングって言っていいのか分かんないですけどね、こう、うん、小さいステージならではの距離の近さと熱気みたいなのが、うん、こう根巻き起こるステージというか、そう、まあ、そちらもね注目していきたいですよね。はい、じゃあちょっと27日も見ていきましょうか。はい、2日目ですね。クラフトワークですよ。なんか本日ちょっともう何か持ってきてるっていう伺ってるんですけど、はい、まあ、クラフトワーク、ちょっとねここのところのステージといえば 3D、はい、はい、ちょっとこうねこれ前行った時のメガネなんですけど、はい、いやこあれですよね、今年もあの 3D のステージですよね。そうなんですか。いや僕全然ちょっとその前情報知らなくて、はい、いや私もねちょっとそこあの分かんないんですけど、まあ、でもおそらく今やってるのはそうなので、はい、そうではないかと。なるほど、なるほど、はい、ファンの中でも言われていて、であのするとそれがもしかしたら配られるかもしれないっていう、でも全く分からないですね。でもファンの間でこの 3D メガネ、はい、
入場ゲートで配られるのかどうかっていう、うん、結構あの今話題になっているので、そこは、ね、ワクワクがありますよね、はい、そうですね。まあ、クラフトワークはちょっと生で見たいですよね。もうビジュアルも強烈だしですね、うん、でしかもやっぱりあの1970年ぐらいから活動して、はい、もうずっとこう現役、うん、まあ、オリジナルメンバーはその一人になってしまったけれども、はい、あの変わらずこう実験しつつ、うん、なんか今にこう自分たちの音楽をなんかこう更新し続けてるっていうところで、はいはい、うん、やっぱりこう楽しみですね。そうですね、非常にクラフトワークはというかもうぶっちゃけもう全アクトの中でも僕は一番見たいっていうのがクラフトワークなんですけども、続いてベス・ギボンズのね、はい、まあ、ポーティセッドのボーカルだったベス・ギボンズ、うん、ソロアルバム出ましたけどあれが初めてのソロだったんでしたっけ。そうですね、はい、初めてで哀愁漂う、うん、なんかこうちょっとこうあの美学あふれるサウンドっていうところが、うん、日本でいよいよあの、うん、というのもなんかポーティスヘッドまだ来日がかなっていないので、うん、その中でもやっぱりこう、まあ、ベス・ギボンズ、はい、日本で聴けるのか、うん、っていうところはファンはねちょっとこう嬉しいですよね。待望の中の待望だと思うんですけど、うん、まあ、なんかベス・ギボンズのソロは僕あでもこういう感じで来るんだみたいな聞いてて思ったんですけど、やっぱポーティセッドちょっとこう下のリズムが結構硬いというか、やっぱりこうねヒップホップ的な、まあ、トリップホップのあのビート、うん、はい、なんかデス・ギボンズのそれもうちょっとなんか柔和な感じがするというか、なんかちょっと優しい感じがあったので、なんかそういうサウンドがね、生でどういう風になるのかっていうのは非常に気になるんですが、しかもねやっぱりグリーンなので、うん、まあ、時間帯によって、うん、なんかねこう周りの山々の中で、はい、なんかすごく合うんじゃないかなと。そのあたりのね景色とのこの調和みたいなところもね、うん、合わせて楽しめそうですね、はい。まあ、ベテランねあのちょっと2組話していきましたけども、ザ・ラスト・ディナー・パーティー、うん、ローリング・ストーンズの前座にも起用されているみたいなね話も聞きましたけど、女性5人の元気いっぱいのロックバンドというか、はい、ロックバンド好きなんですよね、うん、この感じですよね。なんかありそうでなかった感っていうか、うん、何なんですかね、あのいわゆるそのなんか女性ロックバンドの系譜みたいな、はい、ランナウェイズとかがいて古くは、はい、あるじゃないですか、あの系譜、なんかそういうのともなんかあんまりなんか連なってない感じがするっていうか、なんかその、うん、結構意外と得意なことやってる気もするんですよね、うん、確かに、うん、なんかこう何かを漂わせつつ、うん、でも圧倒的に感じるのはなんかこうニューパワーというか、うんうん、で、あのやっぱりなんかライブ映像を見ると、うん、なんかこうお客さんたちの熱狂が、うん、思いましたでですよ、ね、めっちゃその歌詞一緒に歌ってるね、うん、人とかいたりとかしますもん ね、うん、だから彼女たちすごい本当にだから今、うん、そういうライブシーンとか世界の音楽シーンの中でも熱狂を生み出す、うん、あの新しい、はい、あのパワーがあるなと思っています。ちょっとねあの、うん、日本でねどういうライブをやってくれるのかっていうのも非常に気になるんですけども、ホワイトステージの方を見ていきますと、こちらもまたね大注目の女性アーティスト、ガールインレッド、ノルウェーの方ですよね、はい。まあ、この人は、まあ、ラストディナーパーティーと何でしょう、ある種共通するロック的なのはあるんですけど、なんかより宅録っぽいっていうか、うん、なんか密室で作ってきてるのを出してますみたいなね、まあ、ベッドルーム、うん、そうですよね、ベッドルームサウンド的なねところがありますが、ライブだとどういうのやるんだろう、なんか映像とかご覧になったことありますか。いや、なんかミュージックビデオしかないですね、まだあのちゃんと見たのは。でもなんかなんかこうあれですよね、アルバムとかだとほとんどの楽器をなんか自分で、あ、そういうタイプなんですね、弾かれている、ホットラングレン系ですね、はい、なんか情報を見た気がするんですけど、なるほどなるほど、うん、ライブではねどうなるのか
そうですよね、うん、あそうだ、確かサウンドはビリー・アイリッシュのお兄さんフィニアスさんがなんかやってましたよね、うん、だからそういうところもなんか非常に音源は音源で多分完結してるみたいなのをこれまでリリースされてきてると思うから、うん、ライブがどうなっていくのかっていうのはね結構気になると思うんですけど、うん、そうですね、はい、でなんか曲を聴いてると、うん、なんかすごくこう内面と向き合うような人だと思うんですけど、うんはい、やっぱりそれがこうアップダウンする感じとかも、うん、あの曲でこう出してだけどこうすごくそれがあの曲になって聞こえるとなんかすごくこうポップに、うん、あの聞く人にもちゃんと伝わる通じる世界観ができるっていうところがなんか、うん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 すごくいいな。確かにポップセンスすごいありますよね、うん、いやレッドマーキーもね非常に僕好みのがなりますかいやグラスビームスが僕大好きであグラスビームス どんなグラスビームスなんか覆面のバンドなんですけど、うん、インド音楽的な音階の不思議な演奏する人たちなんですよ。うーんなんかそれこそあのまあ、結構無理くりなあの例えになっちゃうかもですけどあのクルアンビンみたいな、あ、クルアンビン、うん、クルアンビンみたいな、なんかああいうちょっとこうエキゾチックな、うん、あのテクスチャーを使ってこうなんでしょうねこうインスト力で攻めてくるみたいな感じのバンドっていうか気になる。グラスビームスは非常にインド的な感じの、うん結構トリッピーな感じの演奏する人たちなんですけど、あ、そうなんですね、はい、すごく期待してますね、うん、ペディガンズもね出ますね。サチモスのヨンスのバンドですけど、はい、新しく今朝サチモス、まあ、ちょっと収録時点のあれですけど今朝サチモスツイッターのアカウントで麦茶美味しいってつぶやいてそうなんですね。なんか最近匂わせてません？なんかいろいろご覧になってます SNS サチモス、だって活休されてからずっとも止まってたじゃないですか。で麦茶美味しいって言ってたサチモスのアカウントで公式のアカウント で、でちょっと前に皆さんで集合写真撮ってるやつとかあって、あなんかこう小出しになんか小出しにね、まあ、もしかしたらもしかするのかも分かんないですけど、まあまあちょっとそれは置いておいて、あのヘディガンスもでもすごく素敵なロックバンドで、あちょっとまだライブは見たことないです。ヘディガンス僕あの不思議な縁があるんですけど、うんまあ、ボーカルは当然あのヨンスさんなんですが、はい、他のメンバーがほとんど僕がその音楽作る時のメンバーなんですよ、うん、そうなんですか、はい、へえ。グライダーというバンドの栗田兄弟っていうのがいるんですけど、はい、そのお二人とあとベースの、 あの本村くんという方、彼はもともと金子彩乃さんのバンドでやってた方なんですけど、うん、なんかヘディガンさんはそういう意味ですごく僕は親近感を覚えるというか、うん、あのね非常に活躍されていて嬉しいんですが、なんかこの辺りで気になるアクトとかっていらっしゃいますか？そうですね、やっぱりあとはちょっとアイドレス気になりますね。気になりますよね、はい、あのフィリピンの方なんでしたっけ確か。そうですね、うん、なんかマニラ出身のね身、はい、アルバムでもすごい良かったですよね、うん、めちゃめちゃ曲数多いやつ80分ぐらいあるアルバム出てましたけど最近珍しいですよね。そうですよね、はい、長いすごいね素晴らしい内容で、うん、なんかあのこう曲すごくこうなんかごちゃ混ぜ感はあるんですけど、うん、なんかポップだし、うんうん、ちょっと気になりますね。気になりますよね、はい、まあ、ノーネームもねめちゃめちゃかっこいいんですが、僕はたまにちょっとあの、うん、メッセージに怖くなってしまうというか、どういうこと言ったら怒られるかないやケンドリック・ラマーとかをだってあれはポップすぎるとか言うじゃないですか超ハードですよね確かにめちゃめちゃ強いメッセージ性が、めちゃめちゃ強い感じのね音は間違いないですからね、うん、ノーネームとかも見れるという感じで。そうですね、はい、フィールド・オブ・ヘブン、はい、あのキティ・リブ、はいはい、あのキティ・デイジー&ルイス の、はい、あのメンバーがソロで来日するんですけど、うん、なんか
やっぱりあの、まあ、バンドとは違うとはいえ、なんかこう、うん、彼女のこうルーツとなったところの、うん、ルーツミュージックを感じられる、うん、あのすごくこう良質なっていうか、うん、あのロックンロールがあの楽しめるんじゃないかなと思ってます。キティリル、うん、はい、あのこのクリストン・キングフィッシュ・イングラム、あなんか25歳のブルースミュージシャン、はい、いやこの人すごいんですよ、うん、でしかもなんだっけ、なんか別のステージでも出るんですよね。26の、はい、ザ・パレス・オブ・ワンダーでも出るんですよね。僕なんかこの人ね、なんか YouTube のおすすめかなんかでポッて出てきて、うん、ギター持ってる時の見た目の説得力がもうマジでやばいっていう確かにあのもう印象から入ってるんですけど、そのなんか BB キング的な貫禄がもう出てるじゃないですか。ありますね、はい、でそういうのを見ると僕はちょっとサムネをどうしてもクリックしちゃうん で、はい、で見たらすごいなと思って、うん、でこの人もちょっと生でね見れたら熱いですよね、うん、ちょっと熱いですね、うん、だからねこの彼とこのシティリブとかこういう並びとかで、はい、あの結構こう割とこう音楽の豊かさが、はい、味わえるような気がします。そうですね、はい。